DJ サイレントーン MC プレイプレイヤー鹿の K 桜坂スキャングスターシップアジアの島国大陸から見れば神風武士の国白く染まるため息を殺してまつわるそれぞれの道の愛やさした顔しかお疲れ様です。今日はあの医療大麻解禁へ、はい、法律改正に向けた方針が決まる9月29日に行われた厚生労働省の審議が進んでるらしいですね。自分一回 YouTube で言ったのって1年ぐらい前ですけど、はいはい、そうですね。あの時に言って、うんうん、言った後に全然なんねえじゃんとか、うん、だからお前ヨタ話してとか結構言われたんですよ、うん、でも絶対なるから、うん、そういう葉っぱとかで販売とかできないかもしれないけど、うん、診療内科とかで錠剤とかでは絶対なるよっていうのを言ってたんですね、うん、なんか薬のエピディオレックスっていう人が抽出してるんですかね、はい、そうですね、うん、今タイとか行くと水も全部、うん、はい、入ってる水売ってるじゃないですか、うん、その代わり裏に1日何本までしか飲んじゃいけないとか書いてありますけど、うん、あとグミとか、うん、日本はそこまで行くかどうか分かんないですけど、うん、とりあえず第一段階で多分心療内科でうつ病の人とか、うん、そういう人たちに多分処方されると思います、ね、なんか転換治療薬もなりますよ ね、 なんか最近この法案が改正に向けて動いてるっていうので、なんかテレビでもなんか CBD をなんかコーヒーショップとか喫茶店でなんかコーヒーに入れて飲むと か、 なんかチョコレートにその CBD の成分が入ってるやつをあの提供してるお店が増えてますみたいのをテレビでやってますね。やっぱそっちに誘導してるて、はいはい、アメリカで結構前から売ってましたからね、うんうん、これ作られたら使用が違法になるんですよね。今までは合法じゃないですか使用は、うん、で持ってたら捕まる、所持してたら捕まるけど、今度使用してただけでも逮捕っていう方向になるんですよね。まあですね、はい、はいはい。それってどうやって検出するんですかね。でもちゃんと病院で処方箋もらってる人たちは別に大丈夫ですよね、うんうんうん、こういうニュースが出るとみんな解禁みたいな風に思っちゃうじゃないですか。自分が一番今これで懸念してるのは、結局心療内科行けばその処方箋がもらえるじゃないですか、とその錠剤もらえるわけですよ。だけどやっぱ、ね、葉っぱで吸ってる人たちにしたら物足りないわけじゃないですか。で心療内科行って処方箋をもらってます、だけど実際は吸ってます。で警察に捕まった時に例えば検査されても、あ、俺病院行ってるからって言ったら逮捕されないわけじゃないですか。それをの悪用されないようにしないといけないと思うんですよね。結構難しいですよね。これ今までずっと、うん、ってね、ずっと言ってきて、うん、逮捕もバンバンしてきて、それでもって医療の薬になれば合法で、うん、なんかすごい矛盾が生じるんじゃないかなって思うんですけど。だからそれこそ本当に欲しい人たちはみんな心療内科行き始めちゃいますよね、うん、でも本物のはダメなんですよね。どこまで日本で許されるのか、うん、例えばタイみたいにグミとかクッキーとかジュースとか水とかまでいけんのか、本当に心療内科行って錠剤とかその液体とかだけしかダメなのか、それはちょっとまだそこまで決まってないですよね。なんかでも薬が良くて本物がダメっていうのもおかしな、うん、話ですよね。本当は薬より葉っぱの方が自分はなんか体にいいような気がするんですよ、ね、なんか不純物っていうか、そういうことですよね、うん、なんかあんまり精製しすぎてると良くないんじゃないかな。そうですね、だってやっぱりね、太古の昔から自生しているものだし、うん、なんかそっちの方が全然いいと思うんですけどね、はい、やっぱ今までずっと悪い悪いって言ってきたからなかなか言えないですよね。そうですね、やっぱ韓国もタイも合法になって、うんうん、今さら悪いものじゃないっていう。そうですね、どんどん日本遅れてますからね。そうですね、やっぱ産業になるんですかね、このタイも。そうじゃないですか、将来的には、まあ、その一歩先の段階で、まあ、医療用として何々製薬とか、はい、でそういうとこで、うん、いろんな製薬会社が競って作り始めるんじゃないですかね、うん、また外資系じゃないですか。そうですね、結局、ね、やっぱ今世界で一番売れてるのがやっぱクシュっていう品種なんですね。やっぱそれに今かなうものがないから、そのクシュっていうのをもとにみんな各自でいろんなブランドを作ってるじゃないですか。やっぱクシュじゃないと売れないっていう、これ世界の一大産業になりますよね。そうですね、だから自分が日本帰ってきた頃ってオランダの
ホワイトウイローとかなんか、うん、あの辺が世界一だって言われてたじゃないですか。でそれから10年後ぐらいにアメリカでクロニックっていうのがこれにかなうものがないって言って、でその後にそのクシュっていうのが出てきて、もうこれにかなうものがないって言って、みんなやっぱね、改良して作っていくわけじゃないですか。今までクロニックまでのところはもう本当にあったかいとこじゃないといいのができないって言われてたんですね。でクシュっていうのはアメリカでもコロラドって雪が降るとこで寒いとこでできてるんですよ。それがすごい効いてるわけじゃないですか。まあ、今まであったかいとこじゃないとできないっていうあれを崩されちゃいましたもんね。で昔から日本は北海道で ね、 そうですね、やっぱ作ってたじゃないですか、うん、なんつ北海道のものは全く効かないっていうけど、やっぱその品種さえ合えばそういう北国でもやっぱ作れるわけですから、うん、そうですね、米とかと一緒ですよ、うん、そうですね。だから日本も合法になって製薬会社が作り始めたら、うん、農家の人が、うん、今までキャベツ作ってた人が、いや全然こっち作った方が金になるよってなりますからね、うん、今まで、うん、あのアンダーグラウンドで栽培してた人たちが日向に出れる時代が来るんじゃないですか。履歴書に今まで地下で何年作ってましたとか書く時代が来るんじゃないですかね。でもいいの作りそうですよね。そうですね、と思いますよ、ね、そういう人たちはやっぱそれなりに勉強してますからね、うんうん、これって JT とかも乗り出すんですかね、日本とかの産業やるんじゃないですか。あでもそれは葉っぱとしてもう販売できるんであれば、もちろん そこがメインになるんじゃないですかね。アメリカはほら処方箋を出してる薬局で全種類ブランドがあって、お客さんが自分に合ったものを選んで買うんですけど、やっぱ自分のホーミーたちもやっぱり向こうで作って本当に当たってるやつがいるんですよ。今まで本当に何て言うんですか、タバコ1本買えなかったやつが今もう何億の家に住んでるやつもいますし、で夢がありますよね、アメリカとか。ここであの皆さんいつも K さんに、まあまあ、いつも聞いてることなんですけれども、あの結局の麻薬としてこう教え込まれてるから悪いものだっていう、その体に悪いっていう風なイメージがほぼ日本人みんな持ってると思うんですけど、うん、まあ、そうじゃない人もいると思うんですけどね、結局体に悪くないっていう風に切り替えていかなきゃいけないじゃないですか、うん、それってどう？それはだからいろんな事例とかをやっぱ出してって、うん、日本人のお金持ちの人たちで家族にうつ病の人がいて心療内科行くと、うん、やっぱそういううつ病の薬をもらうわけですよ、うん、そうすると飲んでるうちに効かなくなってくる、うん、でどんどん強くしていっちゃうと、うん、どんどん悪くなっちゃって喋り方もおかしくなってくるし、薬の影響ですね。そうです、そうですね、うん、脳がおかしくなっちゃうわけじゃないですか、うん、だけどお金持ちの人とかだと、うん、例えばハワイに1ヶ月2ヶ月行って、でそこで向こう行って今の医療ペーパーってあるんですけど、うん、所持していいですよっていう紙をもらえるんですね。28グラムまでは携帯していいんですよ。でそれでワイキキビーチ行って、うん、草吸って海入って日に当たって1ヶ月2ヶ月して帰ってきたらうつ病が治ってる人もいっぱいいるわけですよ。でひどい人なんてがんも治ってる人もいるわけじゃないですか。そういうね、そうですね、そういうので俺はこれでこういうふうに治りましたっていうのが出てきたら認めないわけにいかないですよね。体を悪くしたっていう事例ってありますよ。やっぱだから何でもそうですけど、やりすぎはダメですよね。朝起きてから寝るまでずっと吸い続けてるやつがやっぱいるわけじゃないですか。そこまでやっちゃったらやっぱ、うん、いいものも悪い風になっちゃって仕事もできないし、ね、何もできなくなっちゃいますもんね。それはでも何にでも強いということですね、うん、アルコールでもそうですし、まあ、タバコでもそうですし、そうです、ね、まあ、薬でもそうですし、今回の回叩かれそうですねでも国はやっぱりそういう風に持っていこうとしてますよね、うん、だけどそれ反対してる人もいっぱいいますしね、うんうん、そのやっぱ反対してる人たちっていうのは麻薬っていう風になってるからですよね、固定観念的に、うん、そうですね、頭がやっぱ古いんですかね、うん、というところで国はそっちの方向に向かってます、うん、そうですね、他の国はもうほぼ解禁になってますからね、うんうん、でまたそこに利権があるということですね。そうですね、だからそれでビジネスチャンスがいっぱいあるっていうことですよね、はいはい、
これが、まあ、一般の人にもビジネスチャンスが回ってくればいいんですけどね、それだけでやっぱ牛耳られちゃうのか、やっぱアメリカに持ってかれちゃうのかっていうことですよね。だから結局やっぱり今クシュが、さっきも言ってたクシュの種が必要になってくると、アメリカから買うようになっちゃいますよね、種を購入してそこから自分で増やしてくるしかないですよ。そうですね。例えばじゃあ自分の方見たしみんなブランド持ってますから、でそいつらがいいよお前、俺の種やるよ、言ったとしても、それを持ってきちゃうと空港でやっぱ逮捕されちゃうん で送ってもダメじゃないです か、だかどうしても正規ルートで買うしかないくなっちゃうんですよね。やっぱそういうのでなんか奥野さんが言ってた種子法がやっぱ関係してくるんですか ね、はい、ですね、やっぱりね、そこからこう自分で作ったものから種からまた作るのがダメだとか、なんかちょっとそれ関係しそうですよね。だけど自分のホーミーたちがアメリカでやってるのは、自分たちの種で毎年ずっと繰り返し作れてますから、アメリカでそういうのはないですよね。でも日本にそれができちゃってるから、日本人はそれができない可能性はありますよね。どっか北海道とか徳島とか山の中どっか一箇所買って作れば、ね、ノウハウといい品種が当たれば一気に億万長者になるんじゃないですかね。だけどやっぱり自分は日本ってやっぱ狭いじゃないですか。アメリカで大当たりするのと日本で大当たりするのだと丸が2つ違うっていう差はあると思いますね。メイドインジャパンでこういいものを作って世界一になればいいですね。そうですね。ありがとうございました。昔と命は一瞬めくりめくって今は善な気分浸透メイキャップ欲望捨てたら揃った好奇心そう過ぎた昨日より大事な今日罪と罪は消えないが卒業だサグライブ、俺は俺の今を咲かせて散るだけだ、right.